韓国空軍が訓練中の戦闘機 F-35A の事故の原因について発表したよ。何か隠しているような言い訳のような疑問の残る原因だな。そもそも、戦闘機 F-35A の定期的なメンテナンスは言っていたのかな。アジアの整備拠点である日本での整備を拒否して、なぜ経費をかけてまでわざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか、今後、事故機を修理するのか、気になるところだな。うんうん。さて今回はこの戦闘機 F-35A の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年3月3日、韓国空軍によると、1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-2 が、中西南道の蘇山基地に胴体着陸した事故について調査の結果、バードストライクが原因であったと発表したよ。訓練飛行中であった F-35A はチョンジュ基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突したみたい。エアインテークから吸い込まれた和紙はウェポンベイ機体内部装積材室との間にある機体の遮断壁まで突き破り戦闘機内部まで取り込まれ、電子系統の異常により着陸装置ランディングギアが作動せず胴体着陸したことがわかったよ。ウェポンベイ機体内部装積材室内部に着陸装置ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線があり、和紙と衝突したことにより、それらが損傷しランディングギアが作動せず車輪が出なかったとしているね。また、韓国空軍によると調査の結果、バードストライクにより破損した箇所以外で戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明しており飛行再開にあたり、パイロットや整備士に対し注意喚起と教育に努めるとしているらしい。F-35A のメーカーであるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で正確な事故原因を調査し、機体内部装積材室に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑えランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画みたいだな。韓国空軍関係者によるバードストライクに関する衝撃の大きさだけど、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだったと説明しているよ。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、もちろん搭載燃料などの質量が関係するけど、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが望ましいのではないかとの指摘があるね。朝鮮日報によると F-35 の時速は 900km とのこと。この事故については同じ内容の記事が多く報じられているが、日本のインターネット上においては不自然な点が多く信憑性に欠けるとの声もあるぜ。F-35A 戦闘機は、エアインテーク空気の出入り口の後ろに、ウェポンベイ機体内部装積材室が存在しその後ろに着陸装置ランディングギアがあり、本当に 10kg の和紙が時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあってもウェポンベイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるものか考えにくいってわけだ。時速 900km もの速度で衝突した和紙の重量が 10kg であったなどどのような状況でその判断ができたんだろうな。本当に和紙がいたのならおそらく鳥の姿は確認できないほどバラバラだったと思うぜ。事故当日、訓練飛行中であった F-35A 戦闘機は清洲基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突した。との発表から、この内容に誤りがなければ、ウェポンベイ機体内部装積材室には射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたんじゃないかな。和紙はこのミサイルを越えてさらに後ろのランディングギアまで到達したことになるね。仮に、取り込まれた和紙が後方のランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われるけどな。その上、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、
手前のウェポンベイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるぜ。まさか、パイロットの命を尊重する軍隊においてミサイルを抱えたまま胴体着陸をするわけがないよね。ミサイルを抱えていたことはどこも報じていないことからするとミサイルは収納していなかったのかな。また、ミサイルを収納していたとしてウェポンベイ内のミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のために機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずだが、なぜ危険な胴体着陸したのかも疑問だぜ。中央日報の記事によると事故当日、F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた。計器板を点検すると操縦桿とエンジンだけが正常で他は全て作動しておらず、通信も途絶えた。と報じているよ。F-35A は搭載された全てのセンサーの情報がひとまとめに処理されており、戦闘機の電子系統が作動していなかったのならもちろん、ウェポンベイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったんだろうね。今回の F-35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようで、このような状態での滑走路への胴体着陸は、とても危険だぜ。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりして、激しく損傷したり火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあるが、この事故での操縦士は負傷することなく歩いて出てきたというし、操縦桿とエンジンだけが正常だった状況で不幸中の幸いだったのかもな。着陸時の火災に備えて空中で燃料を空にしなければならないけど、そのことについても報じられていないからどのような状況であったかはわからないよね。ペ少将は後方装置が作動していない状況の中で、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために溶岩で海岸線を見ながら飛行したとしているんだけど、なぜこの時点で緊急脱出しなかったのかな。一部ではペ少将は機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声もあるな。機体にバードストライクの跡があったようだが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクとは疑わしいとしか思えないぜ。そもそも事故当初、操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた、とあったけど何の音だったかについては報じられていないんだよね。これこそがワシが衝突した瞬間の音だったのかな？事故原因についてはいろんな意見があるけど、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、また今後、どこで修理をするのか気になるところだね。今、最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになり、それに伴って多数の製造拠点が必要となっているぜ。現在設置されているのはアメリカのメーカーであるロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では日本とイタリアの2カ国のみだな。日本は名古屋にある三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO がありアジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U だぜ。F-35 ライトニングは一定の時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければいけないからね。このメンテナンスを行うために設置されてのが国際整備拠点 MRO&U ってわけ。そのステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど、触ることが許されており、メンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を行えるのがメーカーであるロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみなんだ。MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードはアメリカ本国の他にはイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。韓国は日本を敵国とでも感じているのか。アジアで運用されている F-35 戦闘機の整備拠点が日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所、小牧南工場なのにもかかわらず日本においての整備を拒んでいるらしい。したがって、韓国空軍が運用しているの F-35 戦闘機のメンテナンスを高い経費をかけてはるばる遠いオーストラリアで行っているらしいが、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明だな。今回の F-35A 事故機についてはマーカーであるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのだろうけど、言うまでもなくオーストラリアでの修理になるんじゃないかな。韓国空軍によるとパイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしているよ。しかし、胴体着陸をしているんだから胴体下部は大きく損傷していると思われ、
大規模の修理費用が発生するだろうから経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないとの声も聞かれるな。F-35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種であり、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、韓国に導入されている F-35A ステルス戦闘機の気になるところといえば、やはり機密情報だろうね。一応米兵が24時間張り付いて監視している状況というのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機であることを視聴者の皆さんは知っているだろうか。日米ともに韓国を信用していないのが現実で、単に米国が売り込んだだけかもしれないという話もあるな。今回はそんな韓国仕様の F-35A 戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めている米国ロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、いまいち新日なのか反日なのか掴みづらいお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだけど、金銭的に無理が出て現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達していたよ。そのうち1機は2022年1月、飛行中には死と衝突してしまい、修理費が新規購入費を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだね。すると、前言を撤回するかのごとく、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業として米政府と最新鋭ステルス戦闘機 F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A が配備される運びとなっているわけだ。この二次事業で追加の20機が配備されれば、空軍が保有する F-35A は59機に増えるということだな。韓国防衛事業庁は追加導入する20機について現在運用中の F-35A に比べ、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたぜ。いわゆる兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装も可能なんだって。また同庁の韓巡飛航空機事業部長は次期戦闘機二次事業により韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると述べていたよ。北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系は、ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KMD、 北朝鮮から攻撃された場合に指導部などに報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR から構成されているんだ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うわけだが、この監視はまた、一次事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも伝えたぜ。こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明しており、確定か否かはまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20機程度の調達を目指す方向で動いているらしい。2022年11月に韓米両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の最新鋭ステルス戦闘機 F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の軍山基地に着陸したよ。そこで日本の現状がどうなっているかというと、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さとなっているんだ。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を急ピッチで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいのだろうね。ただ
し、B 型は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せていることもあり、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でビジネス的にも大歓迎しているのかもしれないな。しかし、K 空母の開発に先立ち、韓国側がアメリカに要求してきた設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、従来の3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたが、これは中国に空母保有だと思わせない表向きの配慮だと見られていたからな。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を事実上、明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんだろうね。日本のように周囲を広い領海で囲まれているからこそ、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく海上拠点として、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も納得がいくよ。ただでさえステルス性能の向上のため、F-35 ライトニング2戦闘機は燃料搭載量が限られており、B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須なんだ。また、韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、何かあっても十分に陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えられているな。当然ながら政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないだろうけど、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるぜ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めているレアな国の一つだが、それには追かけるかのごとく新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあるんだよね。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだけど、イタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトラインを日本と同様に承認されているんだ。このことを鑑みるとイタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩も非常に危険性が高いのではないかと疑われ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威とも感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が主となって、愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区の同機の整備を担当しているよ。搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが定められているわけだね。もちろん韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であるが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでおり、この点に関しても戦々問題化してくるんじゃないかな。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、A 型 B 型の合計数147機の平均で1機あたり約120億円強に相当すると言われており、これは韓国より3割ほど高額らしい。日本の方が調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず高額というのは理屈に合っていないし、もしくはアメリカの言いなりになっているだけだとの指摘もあるが、一応 FACO 解説を含んだものと解釈されているぜ。日本からすると軍事的には何を考えているわからない韓国は、インドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX に関しても、インドネシアからはしごを外されてしまい、開発費の負担上からも窮地に陥っていたな。そもそも日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出していることに対して、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきていて、それであれば日本の FACO を使うべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。韓国がインドネシアと共同開発を進めているジェット戦闘機 KF-21 ポラメは、2022年7月19日に初飛行を成功させた後、2023年5月16日に、これまでに行われてきた約260の試験検証において要求性能が満たされたとして、暫定戦闘用適合判定を受けて2024年には量産が開始されると見られているよ。それに向けて今後も各種試験が継続され、最終的な戦闘用適合判定を2026年までに得て、空軍への配備が開始される計画であるとされ、同日にはインドネシア空軍のパイロットが試作4号機に搭乗して、外国人パイロットとして初めて飛行しているな。今回は韓国が開発を進めている戦闘機 KF-21 で問題が続出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において、KF-21 による5分間のデモ飛行が実施され、見物に訪れた韓国の一般国民の前で飛行する姿が初めて披露され、水平急旋回や背面飛行などのアクロバット飛行を披露して観客を驚かせたと報じられたよ。なお、韓国メディアではこの KF-21 をアメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同じ第5世代ステルス戦闘機として報じているが、イギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたものの、その一方で開発元の韓国航空宇宙事業 KAI の公式サイト上では KF-21 をアメリカのロッキード・マーティン社製の F-16 ファイティング・ファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているな。その理由として考えられるのは、KF-21 にミサイルを搭載する際には主翼や胴体下に剥き出しで搭載されることにあり、他の第5世ステルス大戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが KF-21 では設置されていないことにあるぜ。KAI では KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図を公表していて、このことによって KF-21 のステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたね。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 や F-35 の外観によく似ていることから、当初は高いステルス性能を持っているのではないかとされていたものの、ウェポンベイが非搭載であることによってミサイル搭載時のレーダー反射断面積 RCS が大きくなってしまうことで、KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのではないかとの見方が出ているというよ。このように間もなく量産が開始され、実用化が近いとされている KF-21 について2024年1月、開発を進めている KAI にインドネシアから派遣されていた技術者2人が開発関連の機密資料を社外に持ち出そうとして摘発されたことが報道されたんだ。2月2日に韓国防衛事業庁が明らかにしたところによると、2人のインドネシア人技術者は先月、KF-21 関連の資料約6000件を USB メモリーに記録して外部に持ち出そうとしたけど、彼らが KAI の外に出ていく過程でその行為が発見されて摘発されたために持ち出しは未遂に終わったみたい。キョンナム警察庁安保捜査課は1月14日から15日にかけてキョンナム涙川にある KAI の事務室に対して家宅捜索を実施して、2人が設計図面などを携帯電話のカメラを使用して撮影した疑いもあるとして、2人のインドネシア人技術者を防衛事業法違反容疑で立件し、出国禁止措置を取って拘束し取り調べを進めているぜ。韓国の防衛事業法第50条によると、防衛産業企業において防衛産業関連物資の生産研究に従事した技術者などが業務遂行中に知り得た機密情報を外部に漏らした場合は、5年以下の懲役または5000万ウォン約570万円以下の罰金刑となる可能性があるとされているな。二人が盗み出そうとした情報とすでに持ち出された情報の有無について、
韓国では国軍防庁司令部国家情報院防衛事業庁などが調査チームを立ち上げて精査しているが、現時点では明らかにされておらず、その中に KF-21 の3次元設計図プログラムで革新技術とされている CATIA カティアの流出があったかどうかが注目されているらしい。KF-21 は韓国空軍が運用している FA-50 に次ぐ国産のジェット戦闘機として計画されたよ。2001年3月の韓国空軍士官学校卒業式において当時の金大中大統領により開発計画が発表されて KAI によって開発されることが決定され、総事業費は開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されているんだ。その後 KF-21 の開発計画にインドネシアも参画することが決定されて、開発費を分担することとなり、2016年に韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% とすることが決まったってわけ。インドネシアは約13億ドルを支払って最大で48機の KF-21 を取得するほか、製造技術移転を受けて自国でも生産する予定であったが、その後インドネシア政府は国内の防衛予算が制約を受けていることを理由として分担金のうちの約 13% にあたる1億9000万ドル約294億円しか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドル386億5000万円であるとされていたな。この支払い遅延に対してインドネシア政府は、インドネシアネアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機、世界的に PTDI として知られている輸送機を韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物納入によって補填することを申し出るなどして、韓国政府が了承して解決したなどという情報も出ていたぜ。インドネシアが2016年に決定された分担金を出す代わりに、韓国は KF-21 に関する技術の一部を移転することで合意していたが、これはインドネシアが KF-21 の開発が完了するとされている2026年6月までに分担金を完納することが条件とされており、これに基づく形でインドネシア技術者が KF-21 の製造を担当する KAI のキョンナムサチョンにある本社に派遣されていたんだよね。しかしインドネシア側は分担金の納付を何度も繰り返して延期していて、2024年から2026年までの間に毎年約1000億ウォン約114億円ずつとして、3000億ウォン約342億円を追加で出すことが可能となったとして増額する提案を韓国側に通知したことがわかっているほか、当初より分担金を減らした場合、インドネシアへの技術移転情報もその分だけ少なくするという条件も付けたらしい。2025年4月時点で、インドネシア側が韓国側に支払った分担金はわずかに3000億ウォン程度とされていて、分担金を減額した場合には最終的に6000億ウォン約680億円だけを支払う形になるみたい。韓国防衛事業庁の関係者が中央日報に語ったとされているところによると、インドネシアから減額の提案があったのは事実だけど、我々はまだ最終決定を出していないとして、現時点では減額案をめぐって検討中であると述べたとしているね。韓国とインドネシアは2021年にも分担金をめぐる協議を実施していて、2年ぶりにまた分担金調整交渉に入ったとみられ、一部のメディアの読みでは早ければ2024年5月末に交渉が終わるとする見方も出ているよ。その交渉の中でインドネシア側は2023年末に、分担金の納付期限を2026年からさらに8年延ばして、2034年まで毎年1100億ウォン約125億円を支払うとする提案を韓国側に伝えたとされているが、その真偽は定かではないな。今回の情報漏洩について KAI では持ち出そうとされた USB 内の資料のうち問題となる情報は、ごく一部であるとする趣旨の調査報告書を調査団に提出したとされているぜ。しかし調査団は拘束されているインドネシア人技術者の主導の下で、他に KAI に派遣されている16人のインドネシア人技術者が知り得た情報を本国に送る報告書を作成したとの状況も確認されたとして、
さらなる情報漏洩の可能性が残っていることを示唆しているというね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。